マークシー中戦車とは、第一次世界大戦中に、イギリスで開発された戦車である。しかし量産が遅すぎ、実戦投入に間に合うことはなかった。1917年、ウィリアム・トリットン卿は、以前に、彼の協力者を務めたウォルター・ゴードン・ウィルソンの参加なしに、ホイペット中戦車を開発していた。このためウィルソン少佐は1917年7月、 彼自身の手になる改良型の設計を開始し、これがマークビー抽選者となった。トリットン教は、ウィルソンの意図に気づくと、すぐさま自身の主任設計者であるウィリアム・リグビーに対し、ライバルとなる方の設計を指示した。これがマークシー抽選者である。1918年4月19日、設計図はイギリス陸軍の承認を得た。試作車両は、 トリットンの保有する工場で8月に完成。これはマークビー中戦車の完成する数週間前だった。当初200両の本戦車が発注された。後にこの数は600両に増やされ、すべてがウィリアム・フォスター &CO ・リミテッドと副契約企業のアームレッドウォートリー社で製造されることとなった。この戦車の続称はホーネットとされていたが、 しかし誰もこれを使用した形跡はない。マーク C 中戦車の内部構造図。表面上、マーク C 中戦車は対抗車であるマーク B 中戦車にかなり似て見える。この車両は、マーク I 戦車や後の重戦車に一般的な菱形形状と車体前方に装甲化された構造物や方角とを組み合わせており、5丁の機銃を休憩重化に装備している。ただし、 トリットンのマーク C 抽選車はより全長の長い車両になっていた。マーク B 抽選車と同様、この車両は後部に隔離された機関区画を持つ。しかしこの区画は標準的なエビサイクリックトランスミッションの後方に通常の6気筒リカードエンジンを収納するに十分なほど大きかった。またこの部分は先頭区画から容易にアクセスできた。 より大型化された戦車のエンジンはおよそ時速1 3トルの高速を発揮した。全長がより長くなっていることで本車には優れた調合能力が与えられた。ガソリンタンクは680リットルの燃料を携行し、行動範囲は2 3 0トルとなった。したがって全体的な機動性はマークビー戦車よりも相当良好だった。リグビーは この設計において人間工学的な改善に強く配慮していた。社長は特別な回転式の展望塔と小型の地図板も配備された。11箇所の天使工が設けられていた。上院4名の個人装備用として特別な収納箱が装着された。電製管が命令伝達を改善するために採用された。操縦主要に走行距離計が備えられていた。 1919年、グラス号での暴動の後に展開されたマーク C、抽戦車。1919年、マーク D 中戦車の量産準備ができていない状況があり得たため、戦車軍団ではこの年に6000両もの、マーク C 中戦車の配備を望んでおり、そのうち3分の1は、車体全部に長方針6ポンド砲を装備した、お姿だった。設計図は準備されたものの、 この図面からは何も生まれなかった。戦争終了時にすべての指示がキャンセルされ、車両36両のみが完成間近だった。総数50両の量産車を作り出すため、先行生産された部品から組み立てられた他の14両と、共に、これらは完成した。j k c フラー将軍は、マーク D 中戦車の開発予算をマーク C 中戦車の量産に切り替え、 そこで平時の戦車大一体すべてにこの性能の良い戦車を装備することを考慮したものの反対の決定を下した。第二戦車大隊のみがこの戦車を保有した。これは戦車部隊の中でも最新型の戦車だったため損傷から注意深く遠ざけられた。マークー中戦車はロシア内戦でのボルシェビキに対する遠征軍に参加したり、 アイルランド独立戦争に送られることはなかった。本戦車のうち、1919年の戦勝パレードに参加したのは4両のマーク C 中戦車のみである。この戦車が唯一、実戦投入されたのは1919 19年である。グラスゴーにおいて、ジョージスクエアの戦いとして知られる暴動が発生した。あと、当地の労働葬儀の地圧に当たった。1925年。 マーク C 抽選者は徐々にビッカースマーク I 抽選車とビッカースマーク2抽選車に取り替えられていった。回収車両としてマーク C 抽選車を用いるという提案は拒否された。新型トランスミッションの試験のため一両が使用された。1940年最後に残されたマーク C 抽選車が妖解処理された。ありがとうございます。